皆様大変お待たせいたしました。アザブプレゼンツ K1 ワールドグランプリ2023スーパーウェルター級&女子フライ級ダブルタイトルマッチの前日会見を始めさせていただきます。はじめに開催概要です。日時は明日7月17日月曜日祝日、11時開場、13時開始。会場は両国国技館です。当日券の販売は10時15分からモバイル会員先行、10時30分から一般販売を行います。放送はテレビ&ビデオエンターテイメントアベマにて完全生中継、そして動画配信サービス UNEXT、 さらには CS チャンネルガオラスポーツでも生中継されます。また現在行われています本日の会見の模様もアベマ格闘チャンネルを通じて生中継されています。マスコミの皆様におかれましては広くお取り扱いのほどよろしくお願いいたします。さあファンの皆様、熱戦にご期待ください。それでは主催者を代表しまして K1 プロデューサー中村匠よりご挨拶を申し上げます。本日は明日両国国技館にて行われます、アザブプレゼンツ K1 ワールドグランプリ2023、スーパーウェルター級&女子フライ級ダブルタイトルマッチの前日、計量と記者会見をアメバさんで、生中継していただいております。まあ、先ほど、行われた公式計量では、プレリミナリーファイトから、本戦まで、全選手最初の計量でクリアをして、明日は予定通り対戦カード変更なく試合を行います。本当に各選手、計量を見ていただいた方も感じていると思うんですけど、本当に明日の大会に向けて万全の状態で仕上げてきてくれたなというのがすごく伝わってきたので、明日は本当にこういい大会になってくれるんじゃないかなと、そういった気持ちでいます。そして今回ですね、前日計量、会見を、アメバさんで生中継していただくにあたってですね、ちょっと今回バックパネルを、アメバさんの、オリジナルの、ビジュアルのデザインを、こうバックパネルに、特注して、こうやって作って、いただきました。本当に大会のもそうなんですけども、こういった形で、前日計量会見をですね、アメバさんと一緒にこう盛り上げて、いけてですね、非常に嬉しく思っております。またね、こういったものが変わるだけでもまた絵が、変わって非常になんか新鮮だなと思って見ていたんですけども、引き続きこの後の記者会見も、皆さんよろしくお願いします。先ほど案内もあった通りですね、明日は当日券モバイル先行で10時、そして一般は10時半から発売となります。大会のスケジュールに関しましては、11時に一般会場、そして11時半からプレリミナリーファイト開始、12時半から本戦開始となっております。当日券もご用意しておりますので、明日の大会両国ぜひでね、ライブで見ていただきたいと思っておりますので、会場まで足を運んでいただいて当日券を買い求めいただければと思っております。また明日ですね、後半の試合を K1 ファイターと一緒に観戦できる、そういった企画も実施していきます。こちら当日券をお買い求めいただいた方もその対象となりますので、ぜひですね、大会もそうなんですけども、その他サイン会撮影会なども用意しておりますので、ぜひ明日の大会会場で楽しんでいただければと思っております。また明日の大会につきましては、先ほどもお話しさせてもらったんですけども、アメバさん、そしてガオラさん、またUNEXTさん、こちら3つで生中継させていただくこととなりました。会場まで来られない方、遠方の方はぜひこちらの生中継を見ていただいて、明日の K1 を楽しんでいただければと思っております。また明日の大会もスポーツ公認オークションのハットトリックさんと協力してですね、スペシャルオークションを行います。こちらも明日の大会に出場する選手たちのサイン入りのアイテムを出品させていただきますので、ぜひこちらにもご参加いただいて、明日の大会を楽しんでいただければと思っております。
また明日のちょっと大会のこととは別で K1 グループから皆さんにご案内なんですけども、大会の翌日7月18日ですね、大会翌日の7月18日の正午12時から K1 の公式 YouTube チャンネル、そしてアメバさんで今後の K1 に関する発表をですね、配信させていただきます。こちら、まあ、K1 からの重大なお知らせ発表特別番組というタイトルがついてるんですけども、大会の対戦カードとか概要の発表だけじゃなくですね、ちょっと今後の K1 の方向性だったり方針に関する発表をこういった形で12時から7月18日の12時から配信させていただきますので、大会翌日になるんですけども、ぜひ皆さんこちらもご覧いただければなと思っております。まあ、本当にいろんな盛りだくさんなこの多分17日18日になると思うんですけども、まずは17日の両国大会、選手のみんなが本当にこう熱い K1 らしい試合をしてくれると思うので、まずは明日の両国大会を皆さん全力で楽しんでほしいなと思っております。ではこの後の会見も引き続きよろしくお願いいたします。中村プロデューサーありがとうございました。ではどうぞご講談ください。さあ、それでは続きましてリングに花を添えてくれます K1 ガールズの皆さんにご登場いただきましょう。笑顔の愛嬌モンスター名取くるみ、褐色のスマイリー安藤京香、自然由来のピュアキューティー一ノ瀬のこ、クールビューティーアズアイス水上キキ、勝利を導くハンナリギャル萩田佳穂、ハッピーメーカーうらら、神ポジティブガール前田真春、クールと天然のハイブリッドキャプテン宮野真奈、明日は K1 ガールズにも熱い声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、それでは明日の大会に出場する選手にご登場いただきます。第17試合スーパーファイト K1 女子アトム級、青コーナーギリシャファイトクラブガラツィディミトラ・アガサ・ゲリドゥ選手の登場です。ムエタイをバックボーンに持つ好戦的なファイター、 K1 初参戦にして王者と激突します。続いて赤コーナー、日本 K1 ジム三軒茶屋シルバーグルフ K1 ワールドグランプリ女子アトム級王者、菅原美優選手の登場です。
K1 女子アトム級の頂点、今年3月ファヤーフォン選手とのリマッチで輝かしいこのベルトを奪還しています。さあではツーショットで撮影となります。では奥のムービーカメラにも目線をお願いします。ご着席ください。ありがとうございました。では続いて第18試合スーパーファイト K1 フェザー級、青コーナー対ウォーワンチャイプロモーションダウサヤムウォーワンチャイ選手の登場です。 K1 との対抗戦でインパクトを残したライズの安本春人選手との大接戦もありました。また一人ムエタイの強豪が K1 のリングに登場です。続いて赤コーナー、日本 K1 ジム総本部チームペガサス、 K1 ワールドグランプリフェザー級王者郡司泰斗選手の登場です。3月のケーズフェスタでムエタイ最高峰のテクニックを誇るビュー・ペッコウソン選手を相手に判定勝ち、初防衛に成功しています。さあではツーショット撮影となります。では最後に奥のセンターのムービーカメラに目線をお願いします。ありがとうございました。ご着席ください。それでは出場選手から試合に向けて意気込みを語っていただきます。まずは菅原選手お願いします。オースキワンジム三軒茶屋シルバーロフの菅原美優です。明日は、昨日まで練習したことを、しっかり出せるように精一杯頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。オース。ありがとうございます。それではその対戦相手となります、ディミトラ選手お願いします。Ελπίζω να έχουμε έναν πολύ ωραίο αγώνα, να είναι θεαματικός, να τα δώσουμε και δύο όλα και να προσφέρουμε στο κοινό αυτό που θέλει, αυτό που θέλει να δει.明日は精一杯今まで、頑張ってきたことを出し切りたいと思います。ありがとうございます。では続いて郡司選手お願いします。そうですね、まあ、ここ2戦KO できてないんで、まあ、ここでしっかりとバシッと KO して勝ちたいなと思ってます。ありがとうございます。その対戦相手ダウサヤム選手お願いします。สวัสดีครับผมดาวสยามวันชัยครับพรุ่งนี้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ
こんにちは、ダオサイヤンウォーワンチャイです。プンに明日は全力で戦います。ありがとうございます。ありがとうございました。では質疑応答に移らせていただきます。各選手へのご質問ございましたら、記者の皆様、ご質問ございます方、恐れ入りますが、挙手の上で媒体名、そしてお名前を申し上げていただいた後にご質問ください。なお、ご質問は媒体の方のみとさせていただきます。ではどうぞ、マイクを持ちます。スポーツライターの重田と申します。4選手皆さんに伺いたいんですけども、対戦相手に対してどういう印象を持っているのかということと、その相手と戦うためにどんな準備をしてきたのかということを教えてください。では菅原選手から参りましょう。そうですね、まずは日本に来てくれてありがとうございますって思ってるのと、あとはファイトスタイルは、まあ、とても私にとって苦手なタイプ、こうガンガン前に出てくるんで、なんで、まあ、やっぱそこを克服できるような練習はしっかりしてきたので、向かい合った時すごいまっすぐな目をされてたので、いい試合できそうだなって思いました。オス。ではディミトラ選手お願いします。Έχω προετοιμαστεί κατάλληλα για την αντίπαλό μου. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ και οι δύο έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε διαφορετικά στυλ δηλαδή. Και έχω προσαρμόσει όλη μου την προπόνηση πάνω σε αυτό. Και ελπίζω να τα δώσουμε όλα και οι δύο στον αγώνα. Σιάινο στάιλ γάμα μάτακου τσιγάει μάσαι νοδε. Τζουβούνι, τάδα τζουβούνι τζουμπιση κενκιούστε μάιριμαστα νοδε. Τζένλιοκλε δασκυριτάει το μότορι μας. さあでは郡司選手お願いします。そうですね、蹴りが強いムエタイ選手ですし、まあ、それだけじゃなく、まあ、パンチもできて、でさらに打たれ強さもある選手だと思ってるんで、まあ試合展開はやっぱり僕らしく戦えればいいなって思ってます。ではダウサヤム選手。สวัสดีครับพรุ่งนี้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับก็คู่ชกก็อาวุธหนักเร็วครับ対戦相手なんですけども攻撃力があってとても速い選手だと思います。ダウサヤム選手とディミトラ選手に伺いたいんですけども、まあ、今回対戦する菅原選手、郡司選手はまあ K1 の王者ということなんですけども、この試合に勝って K1 のタイトルに挑戦したいというようなお気持ちはありますでしょうか。ディミトラ選手からお願いします。Προετοιμάζομαι πάρα πολύ καιρό, χρόνια ίσως, για μια τέτοια ευκαιρία και θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω. Πρώτα στόχος είναι η νίκη, σίγουρα. Μετά, ό,τι άλλο προκύψει, προφανώς θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που πιστεύω. Αλλά πρώτα στοχεύω στη νίκη. 十分に準備してまいりましたので、もちろん勝つつもりでおります。ただ、まあ、メダルというよりはとにかくまず勝つことが先だというふうに考えています。メダルはその次です。では続いてダウサヤム選手お願いします。カブタウェニーシャナネノンガフェナボムヤチンジャムジャカオガカムガもちろん今回勝ちましたら次回は、タイトルマッチに挑戦したいと思っております。菅原選手と郡司選手に伺いたいんですけども、この試合に向けて、まあ、どんな準備をされてきたのかというところを教えてください。では菅原選手いかがでしょう。おす、うん、
まあ、チャンピオンになって1戦目っていうこともあって、そうですね、やっぱ今これまで以上に気合というか、なんだろう、やっぱこう、うん、自分でも周りの人にも認めてもらえる試合をしたいなと思ってるんで、まあ、それに向けて、まあ、しっかり準備はしてきました。いつも以上に押す。ありがとうございます。では郡司選手。そうですね、まあ、ここ2戦、まあ、KO できてないんで、まあ、ここで KO しないといけないと思ってるんで、まあ、そういった部分で僕の得意であるパンチの練習はすごいしてきてるんで、まあ、それが当日出ればいいなって思ってます。ありがとうございます。ではその他ご質問ございます方いらっしゃいますでしょうか。マイクを持ちます。ゴンガクトイクマコバです。菅原選手お聞きしたいんですけども、先ほどから服をすごく気にされてるんですけども、それは予想よりも細くなってしまったからですか。なんか脱げそうでなんか気になっちゃう、うん、そうですね、でも体重はいい感じで、はい、そんな昨日夜ご飯をあんま食べないでスイカを、あれは何分の1だ、ライフで買ったんですけど、あれなんだ、8分の1ぐらいですか食べました。したらちょうどいい感じになりました。オス、4選手にお聞きしたいんですけども、理想としては、何ラウンドで相手を仕留めたいと考えてますか。ではもう一度菅原選手から。ダウンですか。何ラウンドで仕留めたいか。何ラウンド、はい、何ラウンド、何ラウンド、3ラウンドしっかり戦って、自分のやってきたことをしっかり出して、最終的に3ラウンドで倒せたらいいかなって。そんな早い展開は望んでないんで、まあ、今回は しっかり練習してきたことを出すのが目標なんで、しっかり出した上で最後の最後倒せたらいいかなって思ってます。オス。ではその対戦相手のディミトラ選手いかがでしょう。Προφανώς θέλω να κερδίσω πάρα πολύ και όπως είπα και πριν θα βάλω όλα μου τα όπλα για να κερδίσω και εύχομαι να γίνει κιόλας. Τόκουνι ναν ράουντο το είναι να καγκάτε μασέν κερδομό, ανο τόνι κακο κατσιτάει δες. Αριατώ ζαϊμάς. Δεβα, Κουνζι σενσιού. そうですね、僕はもう1ラウンドで終わらせる気ではいるんで、まあ、それで、まあ、1分1秒でも早く倒せればいいなって思ってます。ではその対戦相手ダウサヤム選手をお願いします。カップカイルプンニアワカイジャノッカイカップコムカップ。พรุ่งนี้ไม่รู้ครับว่าใครน็อกใครรอดูพรุ่งนี้ครับ明日の試合に関してはまあどっちが勝つかわからないですけども KO をしていきたいと思っております。ありがとうございます。ではその他ご質問ございます方いらっしゃいますでしょうか。では質問は以上とさせていただきます。最後に選手の皆様から一人一人ファンの皆さんに向けて一言いただきたいと思います。では菅原選手からお願いします。明日はしっかり成長した姿を、皆さんに見せて、応援してくれてる人に笑顔で帰ってもらえるように精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ではディミトラ選手お願いします。Πιστεύω πως η Ιαπωνία μου ταιριάζει πολύ και ελπίζω να οι Ιάπωνες fans να με βρουν απολαυστική στον αγώνα μου και να τους αρέσει ο τρόπος που παίζω. 日本は私にとっても合っているように感じています。私の勇姿をぜひですね、日本のファンの皆さんに見ていただきたいというふうに考えております。ありがとうございます。郡司選手。自分の中では富士級最強は自分だと思っているので、明日それが証明できればなって思っています。応援よろしくお願いします。では最後にダウサヤム選手。ครับพรุ่งนี้ผมชกแล้วช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ明日は目いっぱい戦いますので応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では以上とさせていただきます。選手の皆さんどうぞご登壇ください。